たくさん今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。マリモッコリの話は今日は NG で。受けてますよ。でも前 NG ですいません。初めてやけど、初めてやけどね。受けてますね。初めてやけどね。たくさん今日、綺麗な方たちが来てますけど、ご紹介していただいていいですか。はい。今日はね、乳酸人の、はい、皆さんにね、今日来てもらったんですよ。乳酸人。乳酸人 YouTube やってるんですよね。はい、はい、そうです。乳酸人の。お願いします。元球団チア、はい、某球団チアですよ。ね、言ったら分かりますよね、皆さん。某球団のチアの皆さんです。なんでね、自己紹介、自己紹介、はい、名前だけ。どうもー、かやちんです。まほです。れいなです。3人合わせてゆう3人です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ポッキーカッキークッキーです。よろしくお願いします。4人目ですか。4人目です。いや本当にないじゃない、今までこんなね。そうですね、うちの YouTube でこんな華やかな、はい、確かに初めてのコラボですね。初めてのコラボ、初コラボです、お互い初コラボなの。あ、そうなの、はい、みんなも初、はい、これはもう素敵じゃない。素敵ですね。時間通りできるやっぱね、はい、今日来てもらったけども、某球団の、某球団のチアガール、はい、やってたじゃない？はい。その時の面接、オーディションでしょ？オーディションっていうの、はい、は、ちょっとね、どんなことやってたかを知りたい。おー！で、最終的に僕のそのオーディションを受けたい。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 そう。ぜひぜひ。で、最初わかんないから、はい、最初ちょっと一回、どんな感じの、はい、女の子やってほしいと。レイナちゃん、レイナちゃんやってほしいと。実際になんか当時こういうこと聞かれてたみたいのを、うん、ぜひ再現してもらえたら嬉しいです。あ、そうだね、はい、いいですかね。はい、お願いします。じゃあ行こう。はい、行きます。どうぞ。失礼します。はい、じゃあ自己紹介します。エントリーナンバー30番、名前は山口玲奈です。札幌市出身、年齢は25歳です。私はもともとチームが大好きで、小学校1年生からずっと通っておりました。チアの方たちと年齢が近くなってきて、どんどん憧れるようになって、オーディションはもう3回目です。よろしくお願いします。これは面接官はこんな感じいや、まあ、こう見えるよね。こうやって座ってるんですけど、ちょっとこうなんかここにいたらこうやって、いや、見える見える見える。今日はこれでいこうか。じゃあこれで行きますね。質問ある方いますか。あ、はい、お願いします。大学卒業したら何しますか。大学卒業したら、大学は栄養士の学校に行っていましたが、ファイターズガールになるために今頑張っているので、ファイターズガールになることだけを考えております。わかりました。他にある方、はい、お願いします。身長のおいくつですか。153センチ、はい、ちっちゃい方だと思うんですけど、はい、身長伸びる予定ってありますか。もう25歳なんですけど、毎年1センチ2センチは伸びてるので、まだ伸びますね、はい、あ、まだ25歳まだ伸びる、はい、ありがとうございます。他にある方、はい、お願いします。あなたの自信のあるところって何ですか。自信のあるところ、自信のあるところはみんなを笑顔にすることが大好きなので、モノマネだったりそういうのが得意です。あ、自信があります。モノマネ、はい、じゃあ一ついきますね。最近練習してるんですけど、定年美少女ハイジ知ってますか。定年美少女ハイジ知ってますね。はい、知ってます、知ってますおじいさん役の恩師のモノマネをしたいと思います。恩師、じゃあ、シェバイピン、ちょっと何言ってか全然わかんない。びっくりそのままバシしたいな。他にも大丈夫、大丈夫だと思います。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。そう、まあ、今みたいな感じ。はい、そう、まあ、まあ、ですね。雰囲気は、はい、雰囲気は、はい。結構ね。結構。なんか、クスクスとかあんまないんですよ。やっぱ、ない。今みたいに。モノマネしたとしても、なんか、あ、みたいな。そんなに感じなんだ。
今のは実際にやったんですか、モノマネとかは。いや、モノマネとかは入ってからやるようになったので。あ、そうなんですね、はい、そこではもう思いを伝えるっていう感じですね。でもそういうことは自分でアピールしていかなきゃいけない。そうなんですよ、何が得意だとか。すごいなんか責められてる感じ。本当にそう、その圧がやばいな。圧がすごいんだ。人数も多いし、先生も8人ぐらい。あ、本当は8人ぐらいいるんだ。1対1くらいの。今3人でもすごいね、いプレッシャーというか。わかりました。じゃあ私がやりましょう。はい、お願いします。ね、受けたいんですよ、ね。受けたいし、受かりたいんだよ。受かりたい。ファイターズガールになりたい。うん、はいはい。じゃあ練習しますか。練習しとかないといけないんで。はい、じゃあお願いします。ちょっと行くわ。やってみてください。お願いします。はい。どうぞ。よろしくお願いします。エントリーナンバー5万飛んで588番、アナ・パキコです。よろしくお願いします。私は生まれた2年後の2歳からファイターズガールになりたかったです。そしてすくすくと成長して今38歳になりました。質問よろしくお願いいたします。質問ある方いますか。私から、はい、お願いします。ファイターズガールになったら、はい、やりたいこととかありますか。やりたいこと、そうですね、まずは畑を耕して種をたくさん植えて、そのものと一緒に僕も成長していきたいなと思っております。どんなものを育てたいとかあるんですか。そうですね、主にかぼちゃかぼちゃっていうのはやっぱ硬くなっていってどんどん大きくなってそしてシンデレラに乗ってきます。こちらの馬車に乗って現実世界に戻る、こういった思いをね、ファイターズガールになってからもやりたいなと思います。他にある方いますか。お願いします。2歳からファイターズガール目指してて、はい、38歳ということなんですけど、はい、その間何やられてたんですか。そろばんを弾いてたら気づいたら38歳になってまして、ちょっと間違いなくそろばんにはまってしまったというか。ありがとうございます。はい、他にある方、はい、お願いします。今はカチコさん、今入っていた時結構大きかったんですね。身長は何センチ。身長は今183あります。はい、まだ伸びたりはしますか。正常な大人であればそういった質問はされないとは思うんですけれども38歳なので、ね、まあ、基本的に私はまだ伸びると思っておりますよ。ジャックと豆の木ぐらいの勢いでは伸びていくんじゃないかと思ってます。2メートルぐらい、もうちょいですね。ジャックパンクだと38メートルでいくんじゃないかなと思ってます。他にある方、お願いします。かきこさん、今、彼氏はいらっしゃいますか。彼氏ですか。はい。そんな質問されますか。彼氏、募集中でございます。ねえ、皆さん、そのね、彼氏いるっていう質問期待してると思うんですけど。今募集中です。はい。ありがとうございます。はい。36年だったらソロバンしかしてない。はい。ダンスの方でできる。ダンスはできます。じゃあちょっと今軽くやってもらうと。じゃあ上半身だけ。上半身だけで大丈夫ですか。上半身だけ。何かアピールできる。あ、もちろんもちろん。表現力でダンスはちょっとかじってますんで。はい。取れんよ、ファイプでママ。いや、ポリ書いたけど、ママママ。飲めろ、もう楽、ママ。お前、ポリね、一応なかったら、ママだ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 。ありがとうございます。すいません、すいません。何のダンスですかね、それは。何ですか。ポメラニアンダンス。ああ、ジャンルがポメラニアンダンス。はい。自分で作った曲なんですか。そうですね。完全に真似事とかは好きじゃないので、自分で。オリジナルで、ね、はい、壁に肘当たってたと思うんですけど、大丈夫ですか。あ、大丈夫です。最近やっぱファイターズガールってこういろんな障害物があるじゃないですか。ボールとかもね飛んできてぶつかる危険性もあるわけですから、物に当たったぐらいでやっぱ動じない。大事ですね、はい、強いことは思ってますね、はい、ありがとうございます。すごい手応えがいい感じめっちゃいい感じなんですね。他にある方いますか。もう大丈夫です。私は結構お腹いっぱいです、ね、本当ですか。次 あの、ね、機会が楽しみですので、あるのはいつですかね。オープン戦とか、うん、あ、まだ結果が出てないので、ね、あ、結果出てないんですね、はい、まあ、審査段階で、あ、今そうなんですね、はい、ちょっと勝手で、ね、これからちょっと危険人物だと思われると思うので、はい、
大丈夫ですかね、はい、ありがとうございました。よかったら呼びします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか今の面接の感じだと。柿さん受かりますか？いや、なんか個性が強すぎてダンス審査とか受かりそう、ね、なんか笑ってもらえるとダンス審査受かりそうですか？受かりそう。ダンス審査と二次審査まで受かるけど、うん、最終審査で落とされそう。え、そう、ちょっと遊ばれてるんだ。あ、やっぱ面白そうなのは結構お笑い芸人かなみたいな結構プラスの評価になるんですか？面白い、なると思います。ツッコミどころがありすぎてこんな質問しちゃったけどさ、そんな質問されない？1から2問くらいしか聞かれない。あ、そうなの？質問されない人もいる。むちゃくちゃ質問されたらめちゃめちゃ興味、びっくり、興味湧きすぎて。あ、じゃあ大事じゃん、興味を持たせるっていう。なんか結構逆に勉強になりました。あ、本当に？こういうことやったらいいんだ。確かに。もしかしたら視聴者さんも勉強になってる、あ、そうだよね。これからオーディション受ける人とかいると思うんですけど、それが皆さんね、これからファイターズになるしようかな。目指す人は。ぜひともね、ちょっとこの今ね、実際にね、いらっしゃった方々がね、そうやって言ってますんで、これはもうぜひ参考にして、ね、ファイターズガール、受けてください。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。よかったね。はい。それでは、いいね、チャンネル登録、よろしくお願いします。そして、ニュー3人のね、YouTube の動画でもコラボ。動画をね、一緒にさせてもらってるんで、そちらもぜひご覧ください。はい、お願いします。それではありがとうございます。またねー。